えー、こんばんばは音声の方は聞こえておりますでしょうかはい。えっ、ー、と、いうことでですね、雑音とか大丈夫でしょうかねはい。えっ、ー、と、いうことでですね、えー、本日もやっていきたいと思います。はい。大丈夫ですかねはい。音声とか言ってますでしょうかはい。えっ、ー、とー、 あー聞こえるということで、イアナさん、こんばんは、ありがとうございます。はい。あ、はい。えーと、はい。ということでね、はい。えーと、令和3年の2月10日、えー、水曜日のね、えー、時刻は23時30分を回りました。ということでね、はい。えー、ということでね、本日もですね、えー、ドクター・ラスカル2330推薦の方やっていきたいと思います。ほーい。 えということでね、はい、やっていきたいと思います。あれ、ちょっと待ってくださいね。もう本当に相変わらずね、えー、ニコラマ側が調子が、調整がうまくいっとらんというね。はい。はーい。えー、ということで、あ、デルタ先生、こんばんは。ありがとうございます。はい。 ね、いやーもう本当にですねまあいろいろとね、えー、最近はですね思うことが多々ありましてですねまあちょっとねたまにはねこうちょっとフリートークをね、えー、してみようかなと思いますまあ明日ね、えー、一応ね世間的にはね休日にもなりますからねまあちょっと、えー、延長してお話ししても大丈夫かなという方にねはいえー、ね ニコ生に飛んでしまったためということで、はい、こんばんは。はい、えー、文夫さん、こんばんは。はい、いつもありがとうございます。ほいほいということでね、えー、本日も、えー、始めていきたいと思います。はい。えー、っと、どうですかね。えー、まあ、まあ、結構私はこう、ありがたいかなと思う週末なんですけどね。あ、週末ね、週末じゃ連達だから。うただの祝日、祝日。 祝日なんですけどね。はい。えー、ということで、いきたいと思います。はい。みどりさん、こんばんは。中村さん、こんばんは。はい。えー、ありがとうございます。はい。でね、まあ、今日はですね、まあ、あの、昨日に、昨日とか、まあ、ちょっと最近ずっとですね、こんな話をしているような気がするんですけれども、ね、えっ、ー、と、まあ、あのね、えー、と切り離そう。ね。えー、陰謀論と現実論というところですね。はい。うん。 ね、あニコ生ね、ちょっと一人ぼっちで寂しい感じですね。まあまあいいんです、いいんです。ね、あのー、まあ、あのー、ね、えー、毎日やってればいつか実るよ。<laughs> ね、えっ、ー、とね、あのー、まあ大丈夫です。はい。と、ね、いうことで、はい、やっていきたいと思います。はい。あ、ちさんも寒い,いです、こんばんは。はい。どうもありがとうございます。はい。 とということでね,、まああのまあ、ね、今日の、ね、テーマですけどね、まあ、あの陰謀論と、ね、現実論を、ねまあ、こうごっちゃにすると陰謀論になるよっていうね、まあ、そんなようなねあ、今日はね、サブタイトルで、ねえー、いきたいと思っておりますがね。はい。 まあ,あの、まあえーとまあ、昨日は、ね、こ,れこんなような感じで私、ちょっとワクチンに関しての、ね、お話の方をさせていただいたかと思うんですけれども、入らない、いつの目には、<laughs> 目に入れない。ね、うん よくやるんですけど、まあ、その辺のね、えーまあ、陰部の皮膚って伸びやすいんで、例えばその皮膚移植とかするときに、ね、その辺から持ってきたりするので、あのーまあ、そこから皮膚持ってきてね、ね例えば指先とかに移植するとね、まあ、そこから陰毛が生えてくるってことはなくはないです。うん、あの伸びやすい皮膚なんでねこの移植には使うことがありますね。というとこでね。 あそ,うそ,うそうそうそう、そう伸びやすいからね、よく伸びるんで、うん、使うことありますよ。あの指とかね、こう、よくその、ほら、やけどとか、あとこう、外傷とかね、怪我とかで、うん、あのー、まあね、皮膚をどうしても移植しなきゃいけない場合とか、そういう時にね、使うことはあります。はい まあ,まあ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 ね。まあそっちの話はいいとしてね。まああのー、結局ね、あのなんていうのかな、まあ、ちょっとね、昨日ね、ちょっとここまで話が及ばなかったところではあるんですけれども、まあ私よくね、その火のないところには煙の立たない陰謀論っていうのはね、ま、うん、あ、けが入るのは嫌ですけどね、あるのはあるんですよ。うん、あのこれはしょうがないですね。 あの例えば、えー、とこんなことがありますね、えー、と小児の頃に例えば大きな火傷をしてね、えー、皮膚を移植っていうケースあるじゃないですか。 あのまあ、今はねその人工皮膚も、まあ、なくはないんですけれどもやっぱり自分の皮膚を使った方がいいですから、えー、そういう時にねこうまあそういったところの皮膚とかを持ってくることがあるんですねまああんまりちょっと大きな面積は無理ですけどでまあそうするとですねやはりこうねあのどこのねあの皮膚だって覚えてるんですねでやはりね例えばそれがこうまあ時期が来るとね、えー、ち,ょちょっとこうねあの1本とかねまああんまりふさふさになったのは聞いたことないですけれどもまあ 理屈としてはあり得ると思いますよ。うん、あのー、ね。そういうことがあるんです。だからね。まあ、あのー、まあ、うん、別にね。まあ、まあ、稀なケースではありますけどね。ありますよ。そういうのもね。はい、ということでですね。ええー。 まあ別に陰謀はどうでもいいんですけどね、陰謀です。はい、でね、まああの、昨今ね、まあこうあのまあ、米国の大統領選挙に絡んで、まあ、いろんな、ね、こう陰謀が、ねこうえーまあ、表に出てきた。ね うんまあ、陰謀と実はその中に現実がちらっと混じってるところがあって、えー、その中にはね私もちょっと前書きさせていただいてたんですけども、あのーまあ、その大統領選挙なんかと関係なくね私が以前からこうちょっと、まあ、疑念を抱いてて追っかけてたネタっていうのもあるわけですよ。うん、で、まあ、ずっと、ね、その長いこと長いことこうずーっとね追ったりとか実際その現地行ったりとか、ねえー、してね えー、掴んできたネタとかいろいろあるんですけどもただねあの何、ー、て言うのかなえっ、ー、とそこに関して例えばそれが事実なのか不実なのかって言われた時に触れられらないこともあるよね、うん、例えばそれが事実だとしても、あのー、口が裂けても言えないことって世の中存在したりとかするしでね本当の陰謀論って、あのー、ものすごいね えぐいというか、えー、と気持ち悪いというか不気味というかうんあのー、なんていうのかなこう想像を絶するようなものがあるんでおそらく本当にそんなこと知ってたらね、あのー、多分でもしそんなことを知っててもし口ばしったとしたら消されますねあ,あのー、あと情報ってのはあとただで入ってきませんからそんなあのネットにねこう氾濫してるような情報でまああの、えー、本当だった陰謀論って っていうか、まあね、その質のいい陰謀論っていうのかな、まあ、そんなに私は聞いたことがない。うん、今まで出会ったことがない。うん、で本当に、そのなんてい,うのかなあのいわゆるやばい情報とか、そういう、ね、都市伝説的、インテリジェンス的情報っていうのは本当にお金出さないと入ってこないですよ。うん、あと取材費かけてね自分でこう取材行ったりとかしないとまず入ってこない。うん、ネットになんか転がってない。うん あのネットにあるとしても例えばそれがものすごくねこう厳重なセキュリティで守られてる先とかにあったりとかね、うん、で全然その世間で言われてるのと全く違うものだったりとかねこれはよくある話ですからね「チョコさんこんばんはどうしたやばい」ってねはい、うん、だからねあんまりね何て言うのかなそのまあ自分の見えるとこだけのね 陰謀論でこう語ることで、まあ、このワクチンなんかもいい例なんですけどあのー、まあ変なねこう,う、まあ、陰謀を作り上げるのはどうかなと思うんだな過食して吐きたいよし吐いちゃえうんそれはね吐かない方が良くないぞ過食は吐いた方がいいだよ、うん、食べ過ぎはね、うん、無理して取っていてもダメだからねそれいらないって言ってるから吐いちゃんだうんだいちゃえ吐いちゃえうん無理しちゃダメだ、うん、そう ダークウェブにあったりとかね。そうそう。えー、あ今日のラスカルはお友達の動物と一緒に何をしているんでしょうか。まあ、ナスで遊んでますね。うん、なんだこれ、あのー、えっ、ー、とね、ダチョウとね、犬と一緒にナスで遊んでるんで、これ、ナスダックっていうね、えー、タイトルがついてますね。はい。うん。そう。あのね、入っちゃった方がいいよ。うん。あのー、そんな無理してね、うん。あのーた、無理に食べちゃったものは、それほら、だからね、はい。 えー、プチョンさんこんばんは。コンティニューコインありがとうございます。うん。そうそうそう。うんね。だから、なんかね、そのね、すごくね、こう。 あのー、私がその今回のワクチンねこのコロナワクチン打つ打たないとかやってるね、えー、いろんなの見てたりとか、まあ、それからその大統領選挙のね、えー、陰謀論とかうんうんとかそういうのをね、えーこうまあ、はっきり言ってこうね透明で眺めてて、まあ、両方のやつをいろいろ聞いたり見たりしますよ。<laughs> だけれどあのね 何て言うのかな、すごく危険だな、これ、と思ったことが一つだけあってあの、陰謀論ってね、こう、それをものすごい勢いで振りかざしてしまうとですね、あの、そうそうそう、接触障害はね、あの、あれだよ、2食分ぐらい食べちゃったら、あら、本当、そっかそっか、でも、本当無理してあれだよ、あの、もう吐きそうだったら無理して、うん、あのね、取っとかなくていいからね。 うん、あのまあ吐いちゃうとさまたお腹空っぽになっちゃうからまたお腹空いちゃうんだけどまあでもほらずっとね気持ち悪い状態耐えられなかったらそれはそれでしょうがないからねあ、まあ、しょうがないよ、うんまあ、ストレスたまるもんね、うんまあ、しょうがないやその時もあるよ、ねえー、ということでね、うん、そうまずトイレ行こう、うん、トイレとか、ね、流しとか行ってね水すぐ流せるとこ行ってねほんで自分の,あのほらあのー ね土砂物で気持ち悪くなっちゃったりするからさ。ね。はい。ってことではいね、うん。まあボロンね。ボロンに振り回されちゃうとあのねそれをねこう何て言うのかな周りにね、えー、こういろいろこう何て言うのかなあのー、えーうん、いうことでねあの自分は例えばその冷静に捉えてるとしても 相手がね冷静に捉えてくれないこともあるわけですようんだそうするとね例えばこの今回のワクチンみたいに「えマイクロチップ入ってるの?」とかってまあね昨日はそんなことはねえからって話したじゃないですか。で、あのー、それを真に受けてね本当にあの接種をね控えた結果、ね、その人が。 えね、例えば予防できなくて亡くなってしまうもしくはその人が直接そういうことがなくてもその周辺の方がね例えばそのお年寄りであるとか周りの方がね感染されて、えー、それがきっかけとして亡くなるようなことがあったりとかするんですね。だから、あのー、もうちょっとねその何て言うのかな、あのー、予防接種っていうのかな、うん、そういうものに対してもうちょっとね広い。 認識っていうのを持っていただきたいなっていうのがこれ私の、えー、気持ちです、うんあのー。なんていうのかなましてね公費、えー、ーーを負担してもうね一日も早く全員に接種したいって国が考えるっていうぐらいですからあのそれはもう相当なね、まあ、国としての意気込みがあるわけですよ。でそれをねやはりこうなんていうのかな陰謀論陰謀論っていうふうに一言で言われてしまうとうーん。 何言ってんだろうって話なんですよね。うん、あの無論ね、あの昨日も言いましたけど、あの最初のね接種前の問診で打ちたくても打てない人はもう一テ数出てきます。あのどうしてもねアレルギーがある方はねこうまあ特にその、えー、その予防接種とかのアレルギーで過去にあった場合はねもうもう全然けまあアウトなんでね。うんダメだし。あと当日熱がねあってもダメだし。うん。 37度5分以上ダメですからね。はい、えー。トイレで口の奥に突っ込んでもダメ。次は下痢ですかね、うん。まあじゃあ今度は無理に履こうとはない。履けないんだったら、うん、しょうがない、うん。そうそうそう。履けないんだったらそうあの、ね、しょうがないや、うん。その時はもうね、あのなるべく自分がこう楽な方法にした方がいいよ、うん。無理に履けないんだったらね。うん、ねだから。 うんあのー、あんまりこうねあのう気持ち悪いと思わないでまあもうほらね指でても出てこないことが分かったから、まあ、あとはじゃあこう安静にして過ごしてみようかねうんね本当ねつらいねうん渡部さんこんばんはえー、<laughs> 30秒で聞くんかい悪臭除去あでもあれよそういうスプレー うんあのー、なんかねこうすごい臭い匂いを一瞬でこう、ね、やっつけてくれるスプレーね、うん、ありますよ、うん、まああのねえー、練習とかね、うん、そういうのをねこう一瞬でね「無理ややっつけてくれるのありますよ、うん、なくはないってやつねはいえー、ってとここですね、うん、まあ なんでねその何ていうのかなそれをまあ拡散することでっていうのが正直言って私は困ると思いましたなまあそれは予防接種に限らないですからねはいでねあのまあ今日私もちょっと予告文に書かせていただいたんですけどまあこう私もねその何ていうのかな、えー、実際に興味があってね、えー、もう何年も前から探っているそのネタっていうのがあるんです、うん、探ってるっていうかまああの偶然知ってしまったりとかええー、ね それからまあ,あの自分のその好奇心の中でまあそういうものを突き詰めていく中で知ってしまったこととかあるわけですけどもじゃあそれが何でもがんでもペラ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 喋れるかっていうとそれはそうでもないんですよ。でそれはどうしてそれを喋れないかっていうと,えとそれに関わっている当事者の安全とかが出てくるのでまあ言えないこともあるんですね。あのー だからねあ、ま、んまりね正直言ってねその、まあ、今回の,その大統領選に絡んでね、まあ、いろんなことが確かに現れにはなってきているけれどもそれをねこうなんていうのかな変ないうに騒ぎ立てるとですねあのそれがこうなんていうなてのかな地下に潜ったりとか全くの要するにデマですよねそういったものを掴んだりとかする可能性あるんで、まあ、ちょっと ちょっとよく考えた方がいいんじゃないかなっていうふうに私は思いますよ。うんであの例えばそういうふうにそのインフで噂されているようなことが仮に本当だとして、あのまあ、おそらくねネットとかで情報を探している程度だったらまあ確信はつかめないと思いますよ。うん、はっきり申し上げて。 インターネットにそんなねあの一般の方が見れるようなソーシャルネットワークサイトとか、まあ、そういうところにそういう情報っていうのはまずまあ99.9%私は転がってないと思いますんでまあないと思いますがあの何ていうのかなうん。 あともういろんなことをね、こう疑いながらね、見てかかるっていうのもすごい大事だと思うんですよね。うん、あのどこもね、なんかもうね、我が国民というのはこう素直でございますんでね、うん。そう、ワクチンも世界中で接種されてる。いや、本当そうよ。うん。ちょこだんとりあえずね、あの楽な格好してみ、楽な格好ね。うん、そう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 。うんえ、下がるのもあと、本当だ、本当だ。うん、そうだ。うん。 ちょっと指入れてくる。なんかやらしいな。うん。まっさぐってるネタ。うん、そうね。うん。カレーさん、こんばんは、うん。洗濯洗剤もある。まあ、そうだね。確かに、うん。2回接種になるのかな。あそうね、うん。2回接種なりそうですね。ただ、あの、なんかよくわかんないこと言ってるのは、あのえー、注射針がない。<laughs> 針がないっていうなんか今ねちょっと、えー、話題になってますけど、うん、大丈夫なのかなそこみたいな <laughs>、うん、え辛すぎて過食で命の電話,電話したりしたけど全く通じなかったそうなんだよな、うん、通じないからな、うん、だからまあ,あのここで愚痴ってくれうんね あのー、大丈夫、命の電話かけてもそうしないときは、ここでこうね、いっぱいこう、書き込んでもらえれば結構大丈夫だ、うん、あそのうちあの気持ち悪いの下がっていくからね、うんうん、確かに今回のワクチン、あらゆる意味で微妙なんですよね、<laughs> 効果もあの、あのなんていうのかな、陰謀論とか抜いてですよ、陰謀論とか抜いて、効果とか、それからあと、確保数とか、あのすごい国のやる気は感じるんですよ。 ただあの、果たしてそのワクチン打つほど,どうなのとかね、まあ、いろいろ考えるところはあるんですけど、まあ、ただあのいわゆるその、まあ、陰謀論で言われているようなね、うんあのまあ、そのワクチンが、ね、そのマイクロチップが入っているとかそういうバカげた話じゃないんであのそれはちょ,っと、ねえーまあ、ちょっと勘弁してほしいというところがありますね。 そう針が足んないから、あのー、今ね、ワンボトルをだから、なんか、6回じゃなくて5回とか、なんかそんな風にいこうとかってよく分かんないこと言い出してるからね、ほんとね。うん。まあまあいいですけど、はい。うーん そう,そう思いますそのうちね、あのやっぱり、あの実はね、結構注目されてるのが、あの我が国でですね開発されてるえ国産のワクチンがですねあの、世界中で注目されてたりしますね。あそうそう、副反応、そうですね、でかいというかですね、私の認識ですけど、やはりタンパク質そのものじゃないですか、今回の接種、まあ、しているものって。 そうすると当然そのタンパク質に過剰反応する性質を持たれてる方ってやっぱ怒るべきして怒ると思うんですよねあのその程度はあると思うんですよアナフィラキシーのうーんだからちょっとどうかなと思うところありますねうんあのだからすごいその問診をこうしっかりやんないとあの本当に副反応がねあのやばいのが来るんじゃないかなと思いますよね うん、そう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 。えー、過食の原因を突き止めないとどうにもならないので、あまあね、うん多分ストレスなのかもしれないね。うん。そう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 。うんうん、そう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 ね。うん、そうね。うん。まあ、急がなくてもねっていのありますからね。はい。ということでね。はい。えー、というところなんですよ。うん。だから、まあ、あのー、ね、まあ、どういったらいいかな。うん。まあ。

まああんだけ売ってるからねいきなりねうんあ,あのー、そうまあでも500にはちょっと持ってる気がするんだけどねあのただうーんまあ一度に大量に打ってるとやっぱねまだ別、ね、にそのぐらい出るかもしれないよね。 うん、そうであの厚労省だとそう書いてますよね実際の昨日私がリンクしたサイトにも、まあ、死者は、ね、出てないっていうふうに書いてあるんですけど、ただ実際にその何ていうのかなえ激しいアレルギー反応が出るっていうのはこれは、ま、間違いないあの要するに副,副反応が出てしまう人に対しては激しいアレルギー反応これは間違いないことですね。うん えっと、ただ、まあ、それがね、まあ、徐々に、こう、まあ、問診であるとかね。えー、まあ、例えば、その、アナフェラキシーが出た後のね、処置の仕方で。ええー、随分、そのね、死亡率、死亡というか、まあ、重症化率はね、改善されてきているというのはね、えー。伺っております。はい。うん、ね、はい。西野さん、こんばんは、えー。ペット界隈にも半枠、半枠いて笑ってしまった。はい。ね。 うん、今日です、こんばんはということで、はい、うん、そうなんだよね、副反応がない薬はないんだよね、うん、あそっか、アメリカはそうだね、ドライブスルー方式でバカバカぶちますからね、あれね、問診、やってはいるようなんですけどね、あれだと、やっぱり、雑っぱにはなりますよね、うーん。 あのほら我が国みたいにね、こう一人一人こうがっつり問診やってっていう風にはならないですよね、あのドライブする方式だとね。うんなん感染をこう、ねあのー、防ぐっていうのもあるんでしょうけど、あのドライブする方式、結局、なるべくワクチンをね、無駄にしないっていう、まあ、あちらの考え方もあるんでしょうけどね、ちょっと我が国だとあの方式は私も怖いかな、あれでやれって言われたらちょっと嫌かな。うーん うん、そう本当、死亡率で話してくれないとわけおかめですよね。うんまあ、ある意味、アメリカンですけどね。うん、ただまあ、ねうんそう、命を取るかワクチンを打つか。でね、そのだからやっぱり、ね、そのワクチンの1つの捉え方にしてもあの、すごくね、やっぱりもう1回ねあの、我が国民は見直すべきだと思うんです。そういうそのワクチンを打つ意味とか。うん <laughs> ね、ドライブスルー俺も嫌だなと思うもん、うん、ドライブスルーはちょっと嫌だよ俺もだってドライブスルーで PCR 検査だってちょっと嫌だなと思うのにさ、うん、ねあのシリンジでさ針ぶっ込まれるのなんかとんでもねえよと思うもうねある意味なんかちょっとね衛生的にどうかと思うしねうん ファイザーがコロナワクチン投与者のアプリを用意するとかなんとかね、うんうんうん、そうですよね、なんか、あの、言ってはいますけど、どうなんですかね、うん、あとなんかあの、の我が国もね、そのワクチン接種した人に、なんかねあの、接種証明書的なものをっていうのは考えてはいるみたいですけど、まあどうなるか、うん、そう、あくまで公衆衛生、重症化の予防、そうですね、重篤化の予防ということです。はい あのだからね、まあ、ワクチンに関してはね、いや本当にだからね、あのー、言ってほしくないのは、そのなんていうのかな、えー、とね実際に、うんあ、アメリカの友人、旦那さん、2回目のファイザーで接種で副反応出ましたってことでね、うん、まあ、2回目の方がね若干、その痛みだとか、そういうのは多いっていうのはね、これ、あの先日も私にお話し,しましたけどね、うん、多いというのはね、あの出てますね、これは実際にデータとしてね。うん うん、そうそう、副反応の症状を記載できるとかなとか、あ、いいですね、それね。うん、そうするとね、こう共有できますもんね、うん。すごいいいと思います。はい。まあ、ただね、あの、要はやはりね、あの命を守る。ね、要するに、こう、死なないってことが一番大事ですからね。うん、そう。うん、う,んうん。お、やっぱりそうなんだ。死亡者ゼロか。アナフィラキシー21件。ほうほう。 えー、4人が入院、17人が救急科で治療して死亡がゼロ。お全然大丈夫じゃない。まあ、薬訓先生情報ですね。はい。全然大丈夫じゃない、やっぱり。まあ、だからね、やっぱ我が国としてはね、当然それはあれですね。あのー、まあ、死亡者いないよっていうふうに、それは言いますね。うん、当然にして。はい。あ,あ、そうか、そうか。なるほどね。ちょっとそういうのが具体的にあると。 うんまあ、500人はちょっと多いんじゃないかなと思いますけどね、うんまあ、全世界でもね、うん、全世界にしても多いと思いますよはい、ね、えーってところかなうんねはいはいというとこなんですけれどどうなんですかねうんはい本当反ワクチンって恐ろしいですよ まあ何を言い出すかわからないしだからあのねとんでもないこうねそういうふうに数値持ってきたりするんですよさっきの500人とかじゃないですけどそうするとえーっていうだから自分的にはなんか副作用とか副反応がまあそのぐらいあるのかなとかそういうのは、えーねまあ、聞いてたりするわけですけど、まあ、それだって大小あるわけですよ副反応っていったって。 ね。1時間ぐらいで収まる。そのね、えー、接種部位の痛みとかそういうのも含めてですから。まあ、何を持ってその500件と言ってるのかってのもありますからね。うん、あの別にあのコロナワクチンではなくてもね。他のワクチンでも注射した部位が痛むとか頭痛が出るとか。あようログインあありがとうございます。はい、アメリカル日経ね。あそうですね。猫先生、日経だもんね。メキシコメディカルだもんね。うん。はい、ありがとうございます。うん。 そうなんですよだからあの、なんていうのかな、まあねまあ、変なこう陰謀論と,か,、ねまあ、あともか心配事とかいろいろあるでしょうけれど、まあ、その副反応とか副作用とかのねうんただ、このワクチンに関しては我が国においてはしっかり問診ができるのでうん、まあ、どっちを取るかですね。 うん、そのあのあね結局、まあもう医療従事者は打たざるを得ないと思いますよ、これあの、あうつすわけいかないからね、はっきり言って。うん、でも、その例えばね、えー、身の回りでね、やはりこう自分がうつしたら、この人大変だなという人が身の回りにいるようだったら、やっぱりこうねどちらかというと、自分を守るというよりは、えー、周りをいたわるという意味でね、ねこのワクチン、打った方がいいと思うんですね。うん でやはりね、ちょっとこのワクチン打つ、打たないの判断はね、おそらくそこなんじゃないかなと思うんです。というのは、あの、まあ、ご存知の通り、えー、若い方はね、えー、重症化はしません、ただ、あの感染した後にね、やはりあの先日、まあこれもちょっと何回かでね、私がここ数日話してきたね、えー、の話の流れになりますけれども、例えば、そのね、疲労性症候群の話とかもあります。えー、要するに感染症の後 とのね、えー、この,あの、まあえー、と後遺症ですこういったものも残る可能性があるので、あのー、私はねそういうのも含めて、えー、その2つのことですよ、えー、まずあなたの周りにもしコロナをね自分から万が一感染させてしまった時に、えー、問題のね要するに死亡リスクの高い人はいませんかとか、まあ、それから、えー、自分自身がね感染した後に後遺症でね 辛い思いするのはどうですかっていう部分のね、この2つ考えたときですよね。うん。はい。おっ、くん先生が紹介してくれた。あ、CDC のですね。ああれこれ読んだかな。あちょっとね、えー、見ときます。チョコさん大丈夫うん、アロマオイル。はいいね、アロマオイルね。うん、え天然パンさん、こんばんは、白マスタンプありがとうございます。大江 n 里のワクチン接種体験記事読んだけど、以前大丈夫そうに感じた。 意外大丈夫そうに感じた。でも、新聞読んで副反応とかね。まあ、もう新聞とかね、テレビ見ない方がいいですよ。もう、あれはもうね、あの、もう不安のためにありますから。うん、不安を煽るためにありますからね。うん。はい。えー、この過食をと仕掛け、えー、退院後、1ヶ月後に予約取ったけど、病院に伝えた方がいいかな。心療内科の先生に。うんうん、そうだね。まあ,あ、そんなに急がなくてもいいけどね、今電話するとかね。明日でもいいと思うよ。ただ、明日お休みか。いるかな。うん。ね。 はいこんばんは。ということなんですわ。だからね、うん、こうなんというか、まあ、そんなにね、こう、うん、そのいわゆる、えー、陰謀論的な副作用をね気にしてね、コロナワクチンを、えー、打つ、打たないじゃなくて、そこじゃなくて、そこじゃなくて、うん、うん、そう。あ多分読んでるかな。あそうだね、1月21日、あ、多分読んでるな。うーん あの元文献読んでるかもしれないね。うん、CDC のはね、結構まめに読んでるつもりなんですよ。あのもしね、あの、うん、あのなんていうのかな、たまにでもの読んでないなんるからね、何 <laughs> とも言えないんだけど。<laughs> そう、うん。なんか最近さ、もう英文読んでるとあったくなっちゃっちゃってさ、<laughs> もうなんかもう、もう,もうね、最近いいやーとかなっちゃうとギあるの、読んでて。だからもしかしたらこうね、ううん、っていうのる でも,も CDC のものを読むしかないんですよね、コロナに関しては。いかんせん、我が国、ね、まだ接種開始してないんで、そういう、ないじゃないですか。うん、ね うん、今日のビジネス番組でイスラエルのワクチン接種日本人レポートを紹介していたイスラエル在住の女性の話だと緊急事態の状況が多いので接種早いということですそうですねイスラエルはね間違いなくね、えー、まあおそらく世界でものすごい本当に変な話悪いちょっとあの変なふうに聞こえたら申し訳ないですけどあの、まあ、金に物を言わせて世界中のワクチンをかき集めて本当に国民の接種率が多分人口に対してですよ 一番高いいと思いますイスラエルあアメリカとかはねあのどんなに接種率上げようと思っても人口はあんだけいますからあのなかなかね、あのー、頑張って売ってっても人数は増えるんですけど接種率ね人口あのじあの国民あたりの接種率ってなかなか上がっていかないんですけどイスラエルってそこまで人いないんで <laughs> アメリカほどはね、うんあのーまあ、結構、まあ、上がるんですよ。うん でまあね、私の友人なんかもね、うん、あの打ってましたね、まあ。医療従事者じゃないんですけどね、まあ、科学者なのかな、あれ科学技術者か、<laughs> 技術者、うん。マスゴミ屋、うん、不安煽りで、うんランララブまあ TBS とか特にそうですね。うん、まあ、もう、彼らはもう、あれですからね、もうお家芸みたいなもんですからね。不安がおるのがね、本当困ったもんだ。ね いいやいや本当に。っ、う、て、ん、とこはありますがね、えーうん、<laughs> まあね今日は、うんまあ、本当にね、なんかねそのね陰謀論というと本当に、ね、いろんなのがありまして、まあうん、なんていうのかな、そのまあ、このワクチンのことに関してもね、まあねあねの 冷静に考えて欲しいんですよ例えばその、ね、えーまあ、中国が万が一ですよ、えー、意図的にまいた、もしくはねあの、まあ、私はあのあそんなに、ね、あの計画的じゃないと思ってます。あの実は研究所から漏れたくらいだと思ってるんであのどちらにしてももう出てしまったものなんでもうこれをな、ね、んとか迎え合っていくしかないんですよ、現実的に。うん、だからやっぱりワクチンを打っていくしかないなっていうのが私の,これ、まあね、あの考えです。 ただあの、本当にだから、我が国もその、ね、高齢の方とかそれから基礎疾患のある方のやはりねコロナ関連による死亡率を止めたいのであればワクチン全員で打つしかないんです。ただ、そのね、コロナウイルスというものをです、ね、やっぱりその部分だけで捉えるのではなくてその若い方に感染した場合の、ね、後遺症とか、ね、そういうのまで含めて捉えるのでも ね、そこまで考えても絶対に打つべきだと思うんですね、うん、だから今非常にその何て言うのかなああの説明が足りないのかなっていうのは正直思うんです、うん、あのワクチンの必要性のね、うん、ただあのその一方でその人の命に関わるからやめてほしい陰謀論というのはそのワクチンに異物が入っていて実はその、ねえー、体に有害なものだったりとか、えーね、それから、まあ、本当にそういう陰謀論とかさ うん、あとまあ HPV ワクチンの時もね言ってたけどなんかそのねあの異物が入っててそれが体に、えー、っていうふうなことを言う人いるでしょう、うん、だそういうのはやめてほしい、うん、結構あるな今まで陰謀論って俺もうね例えばねあのあれですからね えー、例えばその、なんか地球温暖化とかはねこれもね陰謀論の気がしてます、私正直言って。これ,これはねすごいね、ねなんていうのかなな、えー、なんていうのかな、えー、真面目に言ってる、あなんていうのかな、まあ、あの要するに SDGs とか、まあ、この間話したと思うんですけどあの、ね、こんなこと言ってから陰謀論、陰謀論っいうのがいっぱい出てきて、まあ、政府の言ってることは使用できないとか絶対言い出されると思うの。うん あのねって私の,それあの持論なのね、えー、それからまあほらあの中国の臓器移植の問題ってあの突然増えた時に、えー、なんで中国なんかで増えるんだよと私は思って疑いにかかりました、うん、あのなぜかというと、えー、あの国でそれがそんなにいきなり増えるわけがねえと思ったんですねあのその中国って国を分かってたからうん っっっていいうのがまずあったたかかから疑いにかかった、うん、だからねあの何ていうのかなまあ気丈論でねあ,のあんまりそのねものを疑った時にそのなんていうのかなまあいいと思うんですよ陰謀論って面白いですからね、うん、あの食いついてもいいんですけどやっぱそれをね拡散することでねこう人の命に関わるようなことってねめた方がいいですね、うん、であとねその何ていうのかなまああのまああれですよね えー、小児性虐待の話ですよね、うん、組織的な小児性虐待の話も実際にね2019年にエプスタインが捕まっております、うん、だからこの話自体は全然ガセでも何でもないんです、うん、でただ一つ言えることは真面目冷静に考えれば分かるんですけど1人でできるわけねえだろうっていうのがあるわけです、うん、あの犯罪の規模を考えたらね でまあ,あの米国であるとかその西洋諸国ね、えーまあ、アジアでもあります諸国とかね、まあ、そういったところを中心に、ですねやっぱそういう組織的な犯罪者の検挙というのはあるので、えー、その話はね、えー、まんざらねあの、事実なんです、真実なんです、ただその話と、あのなんていうのかな、えー、例えば大統領選挙を絡めたりとか、まあ、それはちょっと違うと思うね。うん あのその辺がこうどう政治と関わってくるかっていうのは私はそれはねあの多分ものすごいあの知る人ぞ知る話だと思うんで少なくとも私は知りませんって話ですね。うん、だからあのそういう都市伝説を言う,うことで例えばねそういう話でもあのもしかしたらですよ何ていうのかな えー、本当にこの話が事実だとしたらそんなことが一般的に知れ渡ってきたら確実に地下に潜るんですよね。うん、でそういうのもちょっとよく考えていただきたいなと思う。えー、っとだからあの何、ー、て言うのかなあのー、知ってて知らないふりしてさりげなくこうね何て言うのかなまあ あの取材してね真実を把握してね、えー、それで自分ができるところでこう水面下で動くってことをねやっぱりできないんだったら、あのーまあ、人の命が正直言ってかかってるから俺騒げばいいってもんじゃないと思うんでね。う そういういのもありますだから陰謀論って火のないとこに煙は立ってないんだけどでその周りにねこうだからいろいろとこう何て言うのかなあの、まあ、真偽のほどが定かじゃないものをいろいろくっつけていくことでもう話がわけ分からなくなったりするんでうんあはい陰謀論ですねはいゆるまた先生お疲れ様ですこんばんははいそうイスラエルね売学とかでね買いはたいてましたようんだからもうねうんすごいです はい、そうなんですあの、イスラエルは必死になっても書いただね、諜報機関使って、うんえー。高齢者の接種の場合、1、本人が打ちたい、2、家族が打ちたい、3、家族がワクチン拒否、えー、起用歴やアレルギーで打てないの4パターンが考えられると思います、そうですね、うん、あのその通りだと思います、えー、本人が打ちたいがあると思うんですね。 そうそうそうただまあ高齢者の場合ね、まあ、確かにその60歳以上優先ってなってるんですけどいたってねこうあの日常生活でこう、えーね、不自由のない でその特に接種を拒否する理由がない場合は打てると思うんですけれども実際、例えばね施設に入ってらっしゃる、えー、ね高齢者の方とかだと打てない理由とかがねあったりとかすることがあるんですよね、もうそうなっちゃうともう、えー、問診以前の、えー、アウトになっちゃうんだで、ね、ちょっと難しいかなっていうねまあ,あの施設だとねやはりこう巡回でねこう必ずね医者が回っていると思いますんでねはい明日過食止まらなかったらどうしよう。 あ大丈夫だよ。考えるな、考えるな、明日のことは。うん、うん、大丈夫、大丈夫。<laughs> ね、うん。あのー、間うん。ね、えー、過食止まらなかったら、まあ、DM でもしてくれ。うん。あのー、止まんね、止まんね、どうしよう、どうしようとか、まあ、あとね、うん。まあ、ツイートでもしてみ。うん。過食が止まらん、過食が止まらん、過食が止まらん,まらんってね。うん。とりあえず、まあ、溜め込まないことかな。うん。自分でね。 うん、あとはちょっとね、えーまあ、ちょっと病院電話してみたりとかああしてみた方がいいかな。っ、う、て、んねうん、ところでございますよ。はいなんでね、まあ、あの陰謀論とねこう現実論とごちゃごちゃにしちゃうと、まあ、どこまでが陰謀でどこまでが現実だかわかんなくなって本当にもうね 陰謀論になっちゃうんでまあちょっとそういうことはやめていただきたいなっていうのがありますよねうーんそうアナフィラキシーとねアナフィラキシーショックを混同している可能性もあると感じがまあそうですねありますねうんアナフィラキシーを起こすのとねアナフィラキシーショックはまた別といえば別ですねあそうモサドモサドイスラエルの諜報機関モサドですようん家族が打たせたいです まあ本人がね、いまいちってケースもあり、それも出てきますよね。うん、注射は打ちたくないってケースね。本人がけってあるんだろうな、多分なと思いますよ。うん、まああの、まあその辺はね、やっぱご本人とかね、えー、まあ医者とね、まあ担当の主治医と話していただくっていうふうになっちゃうしかないと思うんですね。うん。 しちゃうの怖い、うん、そうだなうんでもねあれだよあの負けずに大丈夫あの私も食べるから、うん、あの結構過食気味だからね私もねおかげでもうねお腹がが母乳ですからねはいだからまあねもう、うん、大丈夫過食したくなる気持ちはねよくわかるよ、うん、えはいえー、ってところかな あのだからね、うん、ちょっとね考えてほしいというのがあって、まあ、今回、そのね、えーまあ、コロナの、ね、ワクチンの件が絡んでて、やっぱりぐっちゃぐちゃにされているので、本人がやっぱりねその怖がって打たなくなるような、いわゆる情報というのは、えー、ね あのきちんとその科学的なエビデンスに基づいてんだったらいいですよ、うん、そうじゃないものに関してはあの、ねえー、自分でそれを感じるのははっきり言って勝手でございますね、えー、勝手ですただあのそれをね、えーまあ、拡散してですねと、えー、いうのはちょっとやめていただきたいそれは人の命が関わることだからねうーんデータ整理終わって戻りましたということでお疲れ様ですはい はい、うん、だからあのー、こうねえっ、ー、と最近本当ね見てるとですねあの陰謀論とこの現実論がですねこう非常にハイブリッドにですねこううん、うん、そう組み合わさってるんでね、まあ、ちょっと最近どうかなとは思っててすごくそこにね私は心を痛めております。 うん、まして、あのねえー、と今回のワクチンなんですけれども、子供打てないんですよ、現状まだ。うん、あの小児接種できません、ねえー、コロナワクチンはですね、えーまあ、小学生以上、だから中学生以上じゃないと、ね、接種できないんですよ、そもそも。だから、あのー、打とうと思って持ってない世代がもうそこでいるわけですね。うん うん、えツイートもしましたが医療関係と高齢者だけで接種プログラムを終わるのではと思ってる、うん、可能性はあるよねワクチンの確保の問題 <laughs> ワクチン確保の問題でなんかねそうこ、ん、うしてるうちになんか、うん、そうなんだよね小学生まで帰省してもね大して頭数はそう減らないからね、うん、あのね、うん どうしてもね、やっぱりね、なんていうのかな、まずワクチンがまあ、これ世界的にですけどね、あのやっぱりね、あの開発国にはかなわない。うん。江戸さんこんばんは。はい、どうもです。はい。うん、そう。 まずねそうなんですよ65歳の高齢者でね、まあ、2人から3人に1人ですから、まあ、かなりの数ではあるんですよ。うん、だそれからこう若い方にって言った時になんかその時にねこうある程度感染が収まってくるような気はしてますけれどもただただ注意ねただ注意その感染後のいわゆるですね疲労症候群、要するに、ね、感染後の,あの、えー、と後遺症。 これが結構強く出てるというのは確かですからね。うん、そうなんですよね。あ、コンティニーコインバック、ありがとうございます。はい、うん、自民党からしたら、それが票になるからなって、まあね。でもね、今、自民党が一番いけないのはね、あの野党がね、本当にね、もう本当になんていうのかな、もう野党がクソすぎてですねあの、どういったらいいのかな。 あの選択肢がないから自民党しかないわけです今ね、うん、だからあの別に自民党支持だから自民党を支持してるんじゃなくてあの悪魔の民主党政権3年間みたいになったら困るから自民党に投票しとくっていう人も結構いると思うんですよ、うん、だから結局自民党以外の政党がその政権に握るような大変なことになっちゃったらいけないから自民党に入れておくっていう人も多いと思うんでうんそうそうそう 本当にね、あの野党がね、アホすぎて与党が育たないんです。ただから野党,与党にも危機感がないんですね。だその与党の危機感のなさで、やっぱ憲法改正できなかった安倍さんの7年半っていうのもあるわけですよ、うん。本当にこう、なんていうのかな、もう、ダメすぎてね。うん。まあ、安倍さん一人ではできないからね、憲法改正だってね。 うん、で菅さんは結局、もうね、あのー、今んとこですよ、あくまでね、あくまで今んとこですけども、本当に、あのね、二回感じちゃうのね、えーまあ、犬みたいになっちゃってますから、まあ、それはまあ、あれだけね、バックアップしてもらってね、やっぱり党内で総裁になったわけですから、まあ、ちょっと逆らえにくいなってところはあるんでしょうけど、うーんなんただ、何発向きなのかなって気はしますけどね、うん。はい こでだからもうねいろいろありますからあの世にはびこう、ね、陰謀論ってあるけどもその命に関わるようなものっていうのはよく考えて発言しましょうね。うん。あの何、ー、ていうのかな特にこういうその公な、まあ、Twitter であるとか Facebook であるとか、うん、あそうねあのー。 散々、ね、私もちょっとコケにさせていただきましたけど山尾志りさんとかね玉木さんとかね最近ものすごくまとまなこと言ってるしいいと思うんですよあの辺はねかなり期待できますよねうん私やっぱりあの、まあ、政治家とそういうスキャンダルはまた別だと思ってるんで要は政治家って政治家の仕事してくれればいいんですよ、うん、だからあの別に正直言って政治家のプライベートなんて興味もないんで、うん、政治家は政治家やってくれればそれでいいんでねうん あのどんな考え持ってようと何してようとその国民のためにしっかりね仕事をがっつりやってくれればそれでいいと思うんでやっぱり玉木さんとかね山城さん玉木さんちょっと抜けてけどねうん山城さんとかね、うん、ガソリンとかねパコリオットとか散々コケにしましたけど今となってみればなんてまともなことを言ってるんだっていう人ですよ今はねうんほんに信念持ってね立憲民主党を、ね、あの離党して国民民主党を来てね しっかりとまあもう意思的にもね本当に素晴らしいと思いますよ、うん、あんなカルト教団みたいなね立憲民主党出てなんてね勇気あったと思いますはい、えー、昔みたいに野党に金まけばねえー、憲法にも乗ってくるかもしれないけど、うん、今の自民党にそれはそんな力はないね確かにねあ国民民主主義ですよねうんまあ、立憲はただのあれですうんあのー ちょっともうカルトっぽいよね、立憲ね。あのどこの国のための政党ですかっていうね。そう。だからその、アホが際立ってる立憲民主党が第1党だからいけないんですよ。うん、だから、結局、自民党もだらけちゃってね。ああ、そう。ね、そうなんですよ。うん、前田野さんとかね。あれも。ばかじゃねえと思うんだよね。 あバカだねからめんどくせえんだよなあれなほあもうちょっとバカじゃないし活動家みたいだしねちょっとめんどくせえかなってのはあるなうん本当ね自民党がダメな理由はまあ,あのね野党がもっとダメだからっていうところあるしじゃあそれでいいのかって言ったらそんなわけじゃないんだけどさあ確かにねアンティファ日本支部あ、ね、アンティファ日本支部と 代表枝野さんででいいいかもしれないですね、うん、そうまあ本当完全に角丸でしょうね、うん、角丸とか中核とかまあその辺、まあ、どっちだか分かんないけどまあとにかくねあのー、まあね選挙基盤がね埼玉の大宮ですからうんあのー、まあねもうといえばねもう鉄道の街もう JR ローソンのね本拠地ですからまあ あのね、ただあの、立憲民主の、ね、枝野君が、ね、あまりに、ね、おバカなんで JR、ね、の,その,の、ねえー、東の社員も、ね、だいぶ、えー、JR、えー、東日本労組から、ね、こう抜けた方が非常に多くて、ね、あよかったねという話ではあるんですけど、ねうんまあ、東日本労組からするとたまったもんじゃないと思うんでしょうけど戸口とか戸口とかね、うん、確かにね。うんそう うん、ああ、政治家には絶対ならないって、当時、豪語してたよな、うんまあ、あのね、政治家になっちゃったらなっちゃったで、今度、なんていうのかな、あの政治家ってほら、1年生議員とかなるでしょう、そうすると、あの民間でいるよりもあの、動き鈍くなるかもしれないですね。 うん、最近それにちょっと私もね政治家になっちゃった方がいろんなことがこうできるのかなってまあ普通に考えれば思いますよねだから、あのー、そういう考えたことあったんですけどもまあ逆にやりにくいかなうんそうそういうの思いますよねだからもう本当にその何ていうのかな、まあ、外側からだからこう提案したりとかね意見申したりとかしてシンクタンクとか作ってそれなりに組織化して、うん、でこう物を申していく。 実績も作ってねこういうのがあってこういう政策も考えてますこういうね要するにストーリーありますっていうふうに考えていくっていうのもね結構ありかと思うんです提案していくっていうのはすごくいいと思うんですよねうーんああ共産党のねうん前進者はい家宅捜査で表にポスター貼ってあったもう共産党と一緒じゃねえかようんだって前進者って共産党のあれだよね 日本共産党もね、あれだよね、あのいわゆる外郭組織っていうか、まあ、そのものみたいなもんだよね、過激派のね、びっくりだな、うん、あいや、中核か、そうか、そうか、中核なんですね、あそこね、うん、すごいですよね、うんまあ、出家して暮らしちゃってるところがもうなんか完全にカルトっぽいですよね、うん、びっくりですよね、あれね。うんまあ 西でしたっけ、まあ、あの辺ですよね。江戸川区かどっかですよね。行、うん、ったけど忘れちゃった、俺。あんまりにもいろんなとこ行ってるとわけがなくなるんだよね。うん、もう景色がなんかね、こう分かんなくなっちゃうんですよ。どこだったっけ <laughs> みたいなね。松江松江でしたっけあら、本当松江だっけ、うん、あれあの辺だっけ松江とかあの辺か。まあいいや。うん はい、江戸川区ですよね、確かね。うん、まあまあ、いいんですけど、はいうんね。そうですよね、江戸川区ですよね。うん、ねはいということで、えー、ね、まあ、ほからいろいろ、ね、ありますけどね、まあ、政治の話もそうですが、んとりあえず、ね、ワクチンを打った方がいいよ、本当に。うん、あの一概にね、だからその、まあ、まずね、そのワクチンを打つ基準の考え方。 うん、あのー、ちょっといろいろ考えてもらった方がいいな七奈先生お疲れ様ですこんばんは。ラ、え、シ、ー、は森喜朗と同じで失言が多いんだから無理無理。うん <laughs> うんうん街頭演説でコート1枚で全裸でネクタイ、まあ、俺は変態かよ、えー、白手袋白靴下に、えー、<laughs> かかかわ 川口で演説するもんだからイエス又吉、ま、もどん引きやでも <laughs> 見えやんか <laughs> もうやべ想像したらおかしくなっちゃったよ俺うん敵対するね、えー、解放者が早稲田そうですねあの辺の大学はなきな臭いよねああほにうん ああそういえば大学って言えばねなんか今日変な記事見つけましたよあのツイートしましたけど、まあ、安倍晋三さんね要するに、うんね、安倍さんがなんでね整、えー、形卒かって話でね、うん、あのまあいろいろ理由は考えられるけど学力がなかったんじゃないか別にほっとけって話だよ、ね、<laughs> だからなんじゃって話だよねほっとけよって話だよね。うん 本当、はうで入れなくてよかったですよね。ああ、ずっと寝てても、あの辛いだったら寝てた方がいいぞ、眠たいってね。うん、そう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 、本当、ホットゲーだよ、本当もね。うん、本当さ、ねなんかわけなわかんないね、記事書きたがる人いるよね。ああ、もうさ、だってさ。 あ,れだよあの政治家結構出てますからねあの安倍さんと同じ大学ねああいやーと思ってそうまあはっきり言ってそうなんだけどね安倍さんはねボンボンってのあるけどうんまああの方、ー、角ですよね確かねうんそう、うん、だからあのー、ねえ風がいいから入ったっていうふうに本人も言ってますからね いいんじゃないかなと思いますけどね。はい。うん。お。なんか流れてきたぞ。はい。うん。ね。はい。ということで。うん。だってさ、東大出たさ、鳩山さんの話したってさ。ねえ、弟が防衛大臣だけど、せいじゃ、それはしょうがないね。<laughs> うん。話がいじゃないんだよ、ね、うん。そう。 えーとねえー、記憶飛んで1ヶ月後とかに起きたい、それはまでずっと寝てたい、うんまあ。起きちゃうかもね、トイレ行かないといけないしね、うーんそ,うまあ、そこはまあ考えないでねあの、眠い時は寝てた方がいいと思うだよ。うんそうあのまあね、あのねその辺ちょっとどういうふうになっているか分かんないんですけど、見た時に納得したから多分違和感はないんだと思います。<laughs> <laughs> あ木次家と安倍ケのね関係ね、うん、あ見た時には納得したから多分うん <laughs> うんそうねはいってとこですまあね実際ねまあ、うん、なんていうのかなまあなんかねその最近すごく思ってるのはそのインボロン行ってる人たちはまあねあしあエへのスパイ そまああのー、まあねいろいろねあ季節さんこんばんはパニック発作で、えー、心臓ギューってなりましたってことで大丈夫ですかねお大事にね、あのー、リラックスしてくださいねますね、うん、無理しないでくださいねはいってことで、うん、まあまあねもう とりあえずね、その予防接種のね、ほんと陰謀で、うーん、人が死ぬのは嫌だよと、うん、私は思う。うん。だから、あのー、もうちょっとね、その予防接種ってものに対して、こう、なんていうのかな、何のために存在して、なぜやるのかとか、えー、誰を守るためなのかとかね、えー、そういうのもね、ちょっと考えてほしいかなって、私は実は 思ってますうんすごい思ってるんだよね。だそれはだからまあ今回のね、えー、COVID-19 の予防接種だけじゃなくてね、HPV とかもねうんあの、絶対ね、誰しもね、自分が守りたい人っていると思うんですよねうん。すごく自分が大切にしている人とか、守りたい人っていると思うんですよ。うんそういうことを考えてほしいんですよね。はい 岸夫婦は男の子供を授かれなかったから安倍家から末っ子を養子にすることを生まれる前から決めていたあそういうことなんですね。ははははありがとうございます。うん、なんか、うん、そうですね前その系図かなんかね家計図かなんか見た時にあ違和感はねえなと思ったんですけどね見た時にねあそういうことなんだっていうねそういうことなんですね。はいなんだそうです。 ねえー、男の子を授かれなかったから、まあね、安倍家から養子を末っ子を養子に授かることを、ね、生まれる前から決めてたんだそうです。はいうん、ということでね、えー、あもう59分ですね、まあ、でもいいや、えー、1時間半、えー、今日は、ねえー、お話ししていきたいと思います。はい、ねはいありますから ちょっと耳を疑いたくなるような、ねえー、陰謀とかいっぱいあるんですけどあその結果ね、こうああ拍手ありがとうございます、されあます。はいえーとねまあ、その結果ね、何て言うのかなうん、えーまあ、誰かがね、亡くなってしまうようなこととかね えー、あるとそれはちょっとどうかなというふうに思ったりしますね。うん。なんかこう、うん、ちょっとそれはどうかなというふうに思うというか、なんと言いますか。はい。うん、いろいろちょっと思うところはあります。はい。うん。ね。えー、っていうことなんですけど、うん。うん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 。あれ ニコ生止まっちゃったかなお再接続中になっている。なんだかよくわからないですけどね。はい。えー、っとね。えー、っと、一応、延長はしているようなんですが、な、え、ぜ、ー、かですね、ニコ生マの方がですね、はい。家を継がせるためだ,だよね。そうです。しかも、成人するまで兄弟なのを黙っていたなんて、うん、安倍ママもすごいなって、いや、ほんとそうですね。なんかすごいですよね。それを考えるとね。うん。それほんとすごいです。 はい、うんいやすごいいやなんだこれダメだなうんなんかねすいませんえっ、ー、とニコ生の方がですね再接続中になってるんですけどえっ、ー、とまあ音がいってるかどうかちょっとわからないですはいえー、ということでねはいおなんだこれはうんえっ、ー、とねえー、一応 1>, ね、1時間予定だったんでね、ちょっと延長しているんで、まあ、えー、どのように表示されてるのか、ちょっとわからないんですけど、音が出ているのか出てないのかもわからないですね。うん。まあ、かわいそうって言えばかわいそうですよね、本当にね。あそう。あ、ニコ生に飛んでしまった。届いてるということで、ああ、りがとうございます。恐れ入ります。はい。うん。はい、ということで。まあね、まあ、本当にこう、なんていうのかな。 やっぱ嫌ななんだよなそのすごくさ今視聴率高いんだよねしかもその YouTube であの何ていうのかなその陰謀論系で特にその米国の大統領制に絡んででやっぱりそういう何ていうのかな本当にその 昔から追っかけてるそのナイーブな問題っていうのがさあの今そのね脚光が浴びること自体は私はすごくねいいことだと思うんだけれどもあの騒ぎ方を間違えると本当に命が危険にさらわされてしまうことだということを分かって騒いでるのかなっていうのがすごい気になってましてうんでもうねあのウイグルに関してはね えー、これはもうねあの世界的に動いてくれたから良いと思うんです、ね、ただあの何、ー、ていうのかなやっぱりその何ていうのかな小児世愛に関してはね、えー、これに関してはねちょっとねまあ言ってみりゃ簡単に言っちゃえばこれねあの何、ー、ていうのかなこの、まあ、悪魔崇拝の商人の生贄ってこれ昔からんだよこれ。 うん、あの調べたらね、1970年代からあんだな、これ、うん。で、ただどうもそういうのがね、まあ、あのかつてはすごいこう水面下に潜っていた、本当にこう、だからなんていうのかな、あのもう、うん、だったんだけど、最近ね、それがね、こうまあ、うん、っていうのはね、もう大統領選以前からの話なのね、こんなのね。 うん、でまあどうにかそのねえー、なそこ手を入れなきゃいけないんだけどうんで多分おそらくねインターポールさんとかもねいろいろ考えてたとこだと思うんだよね。うん だそういうのをこうだから今になってその大統領選にかっこつけて騒いじゃうとあのせっかくねそういうだかからなんていうのかな捜査機関とかがあのもう前から把握はしてて内定していてこう一生懸命水面下で捜査してていろいろあの手この手と組んでいっているところにいろいろ各国が協力してこう積み重ねているものをねぶわーんとぶっ壊しちゃう可能性もあるからそこはねすごいね私、ね懸念して。 心配してるところなんですよ、ね、うんあのその辺もやっぱりねあの私の友人もね、まあ、書きましたけど本当あの心配してましたしあとなんかそのすごくなんかねその、まあ、確かにねあのいろんなことある国だけどでもさすがにそういうのをあの、えー、自分も崇拝してるなんていうふうに思われたくないって私の友人言ってましたからね分かってるんですよ彼ら。 うん、自分たちがそういう疑い目に向けられてるのをね知ってるんですようんだからねちょっとこう考えてほしいなあというふうにね、えー、私なんかは思ったりしておりましたはいよ、うん、しねはいはいそう本当に小ダメですよねうん今では3兄弟でゴルフとかも行く中だがちなみに心臓師は次男あそうあそうなんですねあ知らなかった お,お,お姉さんあってことはねお兄さんがいるんだ。へえー。おお知らななんか全然なんか見,な見えないっすよね。うん。そう本当と商はダメですよね。うん。ほんと駄うん。だからね、そういうなんていうのかな、その宗教的な儀式だからね、あの宗教とかね、そういうものをすごい理解していかないといけないし、あのね、えっ、ー、とね、 この問題を理解するのにはね、本当そのんていうのかな、歴史的なもの、その中東の歴史とかね、その中教がもうこう何て言うのかな、もうゴタ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 してた頃のね、いろんな歴史とかで、そういうのを学ばないとね、なぜそれがそうなるのかとかね、まあ、そういうのがちょっと理解しがたいんですよ。だからね、あの、何て言うのかな、ただ単にね、その大統領選挙にかっこつけてね、ちょっと騒ぐのはちょっと勘弁してほしいっていうのがあるね。あのそんそこじゃないから。 あ本筋そこじゃないから、うんあのー、もっともっと根深いところに理由があるから、うんあのー、本当の意味で根絶やししないともう何て言うのかな、あのー、結局あのトカゲのしっぽ切りしててもしょうがない話なんで、うん、もうほんとそろそろやめさせないといけないことなんでね、うん、長男は実業家ああそうなんですねおおなるほど。うん まあ,ね、ある話だなうんだからねあんまり正直言ってあれなんだよなあ、あのー、陰謀論って何度も言うけどこうあの火のないとこには煙は立たないんだけど、あのー、本当にこう何て言うのかなまずい騒ぎ方をすると絶対いい方にいかないからねあ,ーあのー 少なくても、あの一般に知れたいいけないようなことが一般に出そうになったときに、えー、何しますかって話なんだよね。うん、だからそれはすごい注意ですよ。うん。そう、値、ね、段やしね、科学的虚勢、まあそれ本当ね、えー、中国共産党 CCP がね,、えー、ね、ウイグル人に対してやってることですよ。うん。あもう前からですよ。うん。今さら何言っとんじゃって話ですよね、それ。 うん、あのー、ねまあそういうところですよだからそういうのも含めてなんですけどありの何ていうのかなタイミングっていうのがあるんですよ物事には、うん、何でもその何ていうのかな、えー、とこう情報とか何でもそうなんですけども、えー、何でもねこう何かをこう執行するにしても何かをそこでやるにしてもタイミングっていうのがすごくあるんで あのね、陰謀論でバあみたいに騒ぐのはいいんですけどもあのなんていうのかなあの本当間違えるとそこにねこうなんていうのかな人命が関わってきたりとか、まあ、特にすごくいろいろあったりするんであの本当によく考えていただきたいな特にこういうねあの、まあ、ワクチンのこととかもそうなんですけどもねあの信じちゃうやついるんですよ例えばワクチンの中にねこうその、えー 人なんだっけ？子供ができないようにする。何かが入ってるとか、えー、マイクロチップが入ってるとか信じちゃうやついるんですよ。これあーだから本当ね。そういう何て言うのかな？まあ、実際信じてる人もいるわけですよ。うんだから本当にそういう場みたいなね。こうネガティブなことで結果としてその間接的に巡り巡って人の命がね。 えー、消えてしまうということをねもうちょっとこう、えー、ロングスパンでイメージをしてほしいそれはだからワクチンだけじゃなくてあのこの身の回りで起きていることであの、まあ、ネットがねこう普及したんでいろんな情報が流れてきますだからもう本当にもう100%ガセのことも流れてくればグレーなこともあるし、えー、それからもう本当にねブラックなこともあるけれども。 あの本当にやばいことって流れてこないんですよでその例えば表面的に流れているようなそういうブラックなことで、まあ、これひでえなってことであってもその裏側はもっともっと黒かったりすることもあるんですよねうんそうそうねっほんとアホな言説でも1%が信じたら日本国民で100万人いるってことになるそうなんですようんだからね本当にそにワクチンの合わは勘弁してほしいうん まして、医者とか、ね、看護師とかはそんなもうワクチン指定説とかやるんだったら免許返せって話、本当に。あのー、厚労省にちゃんと免許を返納してからそれをやんなさい、ねあのー。その肩書きがあることでそれを言うってことは何、あのー、て言うのかな、申し訳ないけどものすごくその、ねえー、っと大きなものなんだよね。 うん、だからちょっとそれは本当勘弁してほしい、うん。それがない人間がね別にそういうなんていうのかなまあそれでもダメだけどさ、うん、予防接種使うような、うん、細い針マイクロチェッパーなんか埋め込みできるが20ゲージ欲しいわ、うん、そうね。うん、まああのねいろいろ私はどうやったらできるのかっていうのもね昨日のキャスでも言いましたけど考えましたけど あのやってできないことはないけど、だからそのチップ埋めて何すんだよって話で終わりでしたね。<laughs> 結局のところ。あの、確かに今すごくその0.0何ミリのチップにこう通信機能を持たせたりとかそういうことは可能なんですよ。うん。チップは可能なんですよ。チップは可能だけど、じゃあ何すんねんって話ですよ、そのチップ、その小さいチップで。うん だから、あのー、そこがないんだから、まあ、ちょっと話としておかしいよねって気づいてほしいんですよね。それもあるしで、あのー、少なくても政府がそうやって、えー、と必死になってやってるっていうのはあのそんな、ねあのー、理由ちゃんとありますから本当にこれ、あのー、あくまで本当にまずいものだって言ったらちゃんと気づきます。 あのそんなね何て言うのかな、えー、っと申し訳ないですけどワクチンとかそういう制約事業で、えー、っと賄賂とかそういうので潤うような医療者なんていうのは本当にいるとしてもですよ、まあ、私いないと思いますけどいるとしても本当にそ,のそれのプロジェクトにか携わった限りなく少ない人ね うん、例えば、えー、と今このそのほらやたらにね無駄に PCR 検査を進めている某ね、えー、東大の元特任教授っていう人がいるでしょうねあのそれから、あのー、なんだっけ、ね、立川とか新宿で「七度だたく、ね」って、ね、やってるとかあるでしょう、うん、やたらに PCR 進めてるようなところね、うん、だから、うん、そういうの一部ですから。 うん、そういういいところにしか利権ってないんですよ、うん、少ないところにしか利権ってないんで少なくても勤務医やってるような医者には全然、ね、そこにあのないです何もあの患者100人見ても1日患者1人見ても給料変わらないですから、うんあのー、手術何人やっても、ね、手術、ね、1日に6人やっても、えーね、あの1日1人やっても給料変わりませんから。 うん、それは病院としての死には変わりますよ医療報酬はだけども医者としての報酬は変わりませんからね、うん、あのそこを考えていただければその,あの,その医者がね変なこと言ってるっていうのはまして開業の先生とかってあのワクチンをそんなにたくさん普及させたからって見返りがあるなんてことはもうないからね、うん、まずありえないし。 うん、もうちょっとねいろんなことをこう冷静に考えていただきたい、うん、陰謀とかそういう利権なんていうのかなそのね利権とか賄賂とかいうのは勝手だけれどあのー、そんなんでねっていうのがあるよ、うん、昔のワクチン学者なんかだと、えー、病気で子供をあそっかえー、あそっかワクチン 開発に打ち込んだという話とかもあるよね。そうだね。うん。しばしば聞くね。うんありますね。うん。うん、まあ、ね、あの実際そういうのもあるし、あのね。あのまあ、えっ、ー、とね。ほぼほぼね。医者っていうのはそのね。病気ってものがこの世からなくなってくれたら嬉しいなって考えてますよ。 うん、あの病気の要するに勉強はしようと思ってるけどあの患者をそんな病気にねわざわざしてとか、えー、そういうふうにそのね人の死というものに対してものすごく敏感ですから誰よりもね、うん、そこはちょっと分かってほしいかな。うん うん、そう仮に利権でも何でもいいんだけどそれで儲けて何が悪いのかわからん。まあね、あのね、儲けることが悪いわけじゃないんですよ。うん、ただ、まあ何ていうのかな、うん、あのね、儲けることが悪いって考えもいけないよ、実際。うん、だって、儲けなかったら、あの食っていけないからね。<laughs> うん、あの結構そこで、儲けてとか言う人いますけども、いや、儲けなかったらまず食っていけないから。 失っっててかああそうだねね子供を失って、ね、失礼しました、えー、昔のワクチン学者なんかだと病気で子供を失って、えー、ワクチン開発に打ち込んだとかいう話もしばしば聞きますすいません申し訳ありません、えー、ちょっとね、えー、読み間違えてしまったりですはいえー、ということであのねまあだからうんもうね 何,何と言ったらいいか分からないぐらいちょっとね悲しい気持ちにはなるんですよ。うん あの陰謀論とこう現実をこうごっちゃ混ぜにして結局だからその現実で起こってることと陰謀論混ぜることで陰謀論がすごく現実に見やすくなるんですよねだからその本当っぽく見えてきたりとかするんですけれどもあのそういうのってすごい分けて考えてほしいし特にその医療っていうものに関してはまず100%っていうのがないんです、うん、100%は絶対にないんですお薬でも。うんあの絶対にお 薬を使うう以上副作用というのはあるし、ね、だからまずそこをまず分かっていただきたいってことだから副作用ねそれから予防接種であれば副反応、うん、そういったものがあの出ないっていう保証ができるものってないんですよ何一つ、うん。ただそのなんていうのてうかなえー、っとね いつもそうなんですけどその、えーと、そういう副作用、副反応のリスクよりも、えー、有益性ですよね、それが上回るときにやはりやるのが医療行為なんですね。うん、だから、その例えばリスクの方が高いんだったら、あのやりませんっていうのがこれ医療行為の常識なので、うんな、その辺をね、だからできるけどもやらないってことだってあるんですよ。うん あのこれできるけどもうまくいけばまあこれいいよねってだけどあのもしうまくいかなかった時のリスクの方が高いよねっていう場合はやらないケースもありますよ選択しないっていうのはもうその辺はあの容赦なくね、あのー、やらない時ってありますからね、うんえー、というのがね、えー、ございますはい。うん だからもうちょっとこう何ていうのかな、まあ、うーんまあねあの、えー、行政機関とかね、まあ、その医療機関とか、まあ、もうちょっとそういうのをこう、ね、信用してほしいのもあるんですけどもあの一般的にも、ねそのまあ、陰謀論ね自分で思うのは家庭ですけどあのそれを、ね、拡散することで周りの方をちょっとねこう何ていうのかな えー、誘い込んだ結果ね、えー、例えばその方が例えば予防接種打たなかったことで、えー、その方がどなたかに罹患させて、えー、例えばね、えー、ご命中の大切な方を死なせてしまったとか、えー、そういうことがあったらそれはそれでもうあれですからねとんでもないことをしてますからねもうその時点でねうんもうちょっとそういうことを考えてほしいかなうんというふうに えー、私はですね最近すごく強く思っております、うん、あの特にそのね、えー、私長年にわたってこうやっておりますけどねもうツイッター登録して10年ぐらいになるのかな、うん、で、まあね、風神風神の啓蒙を始めて多分まわ、あ、かんないですけど前回の流行よりちょっと前ぐらいからかなうんあのこれ流行しそうだなまずいなっていう時にね、えー、ちょっと啓蒙を始めましてねうん まあ実際にちょっとね止まらなくなっちゃったっていうのがあったじゃんあったんですよ、まあ、40人以上ね風神症候群の子どもが生まれたってそれだって結局、あのー、そのね風神症候群のお子さんがやはりねたくさん生まれてしまったっていうその風神の流行の時のことをもうちょっと考えていただきたいんですよね。うんあのー、その例えばえ、まあ 世間の認識でいうとねコロナは確かに、えーねえー、こう若い年齢の人は発症しない重症化しないからじゃあいいんじゃないかというふうになってると思うんですけどもでも実際にその感染した後に、えー、いわゆる後遺症これが出てるということはもうね、えー、先日のあの、えー、と専門者会議でね、えー、大曲先生が発言してた通りで、まあ、多いわけです。ね、うんだから あのそういうのもね、こう勘案した上で、ね、えで、ー、ワクチンの接種というのを考えてほしいですし、えー、とワクチンというものがそもそもその人類全体だからその、えー、と自分のコミュニティをこをいかにどうやって守っていくかということの、えー、ツールなんですよねだから目的じゃないんですね。うん、ロングコビットそううですねね、うん、本当ね、うん なんですよだからそこをちょっとよく考えていただきたいなっていうのは私の中ではありますね。うん。あの、まあ、少なくても、そのね、えー、まあ、政府もそうだと思いますし、 まあそのまあ、国家資格を持っている、ね、医者とか看護師というものはですねその、えー、国民のですねやはり、えー、財産と生命を守るという公衆衛生をですねやはりその辺は推進するというですね、えー、これはもう、まあ、当然義務を背負っておりますんでねあの国家資格というものはそういうものなんですね、えー、厚生労働省から発行される免許というのはそういうものを背負っているということですから、あのー、もうちょっとね まあ特にその医療者はね疫学とかそういうものをしっかり振り返っていただいてね、うん、考えてほしいなっていうふうにも思うしじゃあその非医療者の人もね、えー、その何て言うのかな陰謀論だけでねそういう、えー、こう何て言うのかなあーのあーだこうだまあはっきり言っ,て言って言言論は自由だって言われちょっとそこまでなんだけどじゃあ言論の自由だって っていうことでその、ねえー、それを聞いた人がね、まあ、えー、そうなのとかってこう信じちゃって、えー、結果としてその、えー、予防接種の、ねえー、が進まなくて、まあ、自分の大切な人が身の回りで亡くなってしまうね、ねコロナが原因でってことが起きたら、ちょっと泣けないと思うんですよね、もう本当にしゃれにならないと思うんですよね、だそういうものをもうちょっとイメージしていただいてね、と思います。うーんだから ちょっとそのね周りで流れてくるこう陰謀論とかねこういったものをちょっと完全にうのみにするのはちょっといかがなものかなというふうに私は思います。はいうん、もうちょっとよく考えて、あのーねえー、判断された方がいいのではないかなというふうに思いますねな、あのーあのー、なんててうののかな、えー、と我が国は少なくてもあのー、ね。 えー、義務教育を施しててあの非常にね何、えー、ていうのかなだからあの少なくともそういうことをですねその一人一人が判断できるだけのものはですねだからそ,のそういったものをこう情報について正しいものであるとかこれは誤りであるとかそういうものをきちんと判断するっていうね こう力ははねねきちんんと本来持ってるはずなんです、ね、だからあの今はねその新聞もしくはテレビでしか情報を取らない人っていうのはあくまで相手の主観ですよねそのニュースを一時的に取、えー、った方の主観でしか情報が流れてきませんただ今インターネットってものが普及してそこに要するに人の主観が入ってないもの 真実だけっていう部分ですよねその主観が入らない丸裸の状態の真実っていうものをアクセスすることができる世の中になってますからあのそれでねどう判断するかっていうのが非常に大事です。あとそれからその科学的な根拠、ねえー、誰かが言ってたからそうなんだよじゃなくて、えー、自分自身でねやはりその科学的な根拠とか、えー、そういうものをしっかり確認してですね、えー、特にこういう人の命に関わるものに関しては えー、しっかりねこう自分の誰かが聞いてたようじゃなくてあの科学的根拠をしっかりと裏付けて、えー、ものを喋らないとですねそれをレシーブした要するにあなたが伝言ゲームしたものってこれまあネット上もリアルも同じなんですけどあなたがそのネガティブなことを伝言ゲームしたことで実際にその先で起きたことっていうのが 例えばそれが人の意気死にに関わるようなこと今回のこの予防接種なんかもそうですよね、えー、人の意気死にに関わるようなことだったらそれは非常に大ごとなんですよ、うん、だからそういうのをもうちょっとよく考えてほしい、うん、ネットでもリアルでもそれは一緒ですだから科学的根拠に基づかないことっていうのはね、えー、あまり私はその、えー、特にワクチンとかね まあ、あとそれからあの自分で取材してないようなこととかあとそのニュース媒体になってないようなことっていうのはまあちょっといかがなものかなと、うん、情報の出たことがないっていうのはねうん教育を受けても無理なん無理じゃないかなまともに思ってた人が、うん、フラットアースとか信じちゃったしそうだね確かにねナス欲しい、うん、確かにねそうなんだよなそういうのあるんだよなうん えー、丸裸のラスクねねそうだ、ね、あサルスベリさんこんばんは、えー。子供のことになるとアホになっちゃうんだよね。うん。ほんのちょっとでも、えー、リスク取りたくないって思っちゃうんだよねって、まあね、わかります。だから、それも含めて、やはりね、えー、一歩引いてね、えー、冷静にその科学的な根拠であるとか、それから科学的なね、わかりますよ。すごく自分のやっぱり子供のことになるとっていうのはね。うん あのー、しっかりとね、やはりその何が真実で、何がいわゆるその、まあ、陰謀論、ねえー、要するにいかにもその真実に見える、えーねまあ、陰謀論なのかっていうのを、ね、こう特に、えーとね、そのワクチンというものに関してはしっかりとこう、ねえー、見極めるということは、これ自分自身でされた方がいいと思います。えーと ね、あのー、井戸端会議とかそれからね、えー、自分の周りの仲間同士の話とかそういうものではなくて今はもうそういうものをきちんとねネットとかで確認することができますから1つではなくてこういくつもの情報にアクセスしてさまざまな見方をねこう確認していくってことが非常に重要だと思います。先生こんんばははお疲れ様ですい 本当にね、あの、分かります。お子さんのことだとね、はい、あのー、あ、時間忘れてるしありがとうございます。えー、ね、こう、本当に、一生懸命になっちゃうって気持ちも、本当によく分かります。はい。うん。本当そうなんですよね。エビデンスをね、吐き違えた陰謀ってのはよくありますから、うん。本当そういうのをね、うん。あの、何かこうね、人から聞いたことを伝言するときはね、きちんと科学的根拠がね、えー、ないとですね、本当に、 とんでもないことが起きたりしますんでそこはすごく自分の発言にねえー、責任を持たれた方がいいと思いますうんあのその先を想像した方がいいですうんいろいろとねはいってことでですね残り2分ぐらいになりましたんでねはーい明日休みそうですねはいい,いいですねあ今日今日か今日休みはい であの果たしてですね、あのニコ生のです、ねえー、表示が再接続中と出てましてです、ね、カウントが止まってるんですけど、声が出てるのか非常に謎ではあるんですけどね、た、まあ、多分1時間半でね、えー、配信自動で切れちゃうとは思うんですけどね,、はいえー、とね、そろそろ終了させていただきたいと思います。で、はい、ではですね、えー でも、あと、1時間、あ、いや、い,い,いや、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 一分半もあるんだ。はい、あ、タピさん、こんばんは。はいや、あ、ゆるりバンド、ありがとうございます。はい。なんでね、まあ、こう、いろいろ。うん、がっつり考えてほしいな。うん、こうね。何かを言う前に。うん。一歩下がって、考えてほしいです。ね、あのー。いろいろ。うん、本当に。 冷静になあのそのね何て言うのかな物事なんでもね点だけ見つめてるとね永久に点だけしか見えないんですね、うんの。例えば何か分からないことを考えてる時でもその点だけを見つめてると分からなくてちょっと下がってみるとね全体が見えて分かったりとかすることってこれよくあります。でまあそういったものっていうのはよくね、えー、まあね真実を確かめる時っていうのはよくそういうことが ありますんで、えー、ぜひですね、えー、その辺ですね、えー、情報の精査というところですね、こだわっていただければなと思います。というところで、本日も、ねえー、時間になりますので、終了したいと思います、えー。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。はいでは、えーねえー、良い休日をお過ごしください。では、おやすみなさい。失礼します。